ソルトウォーターリバーの炭鉱史跡とは、オーストラリア・タスマニア州のソルトウォーターリバーにある炭鉱史跡である。1830年、ポートアーサーに刑務所が設立された。ポートアーサーの刑務所は、脱走不可能の刑務所であった。ソルトウォーターリバーの炭鉱で働いた人々は、ポートアーサーに流刑で流された人々の中でも、最も犯した罪が重い囚人たちであった。 ここでの採掘は1833年から1848年までの15年間続けられた。鉱山の閉鎖後、当時の建物は廃墟と化したが、1996年、ポートアーサー歴史遺産管理局が設立され、ポートアーサーと共に歴史遺産として管理されることとなった。2010年、オーストラリア国内の他の10の遺産と共にユネスコの世界遺産に オーストラリアの囚人遺跡群の構成要件の一つとして登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。